はい、前川です。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、普段のストレス解消法についてお話していきたいなと思います。なぜこの話をするかと言いますと、患者さんをね、相手にしていることによって自分自身がストレスで倒れそうになる。もうイライラしてしゃあないわっていう先生結構多いんですね。結構多い。なので、そうならないために、何をしていったらいいのかっていう部分についてお話していきたいなと思います。はい、でまずなんですけども、なんでイライラすんねんって話なんですね。何に対してイライラしてるのかがわからない限り解決策って見えてこないので、まずはね、何に対してイライラしてるのかっていうのをぜひね、書き出してみてください。例えば、靴を揃えて上がってこないことにイライラしているのか、もしくはタメ口を使うことにイライラしているのか、痛い痛いいうことに対して、イライラしているのか、人それぞれ、イライラするポイントが違うと思いますので、あなたのイライラするポイント、あなた自身がこれされるとイライラするわっていうポイントをね、ぜひ書き出してみてください。で、それをバーッと書いていくと、じゃあそれをどのようにしていけば、まあ、解決していけるのかっていうのが見えてきます。まず、靴ですね、揃えて履いてこないのであれば、靴揃えてくださいね、最初の時にね、初回の時に言っておけば、後々ちゃんと揃えてくれます。まあ、2、3回言ったら揃えてくれますよね。うん、もしくはタメ口で喋られるのであれば、まだ初対面なんで丁寧な言葉遣いでお願いしますとか、優しい口調でお願いしますとか言うとね、しっかり喋ってくれます。なので、嫌なことをもう最初の段階で消していく、そういったねことが必要になっていきます。で、そういった人嫌じゃないですか。嫌だったらそういったのをこういうふうにしといたらいいです。こんな人来ないでねってことですね。っていうのを見えるとこに置いておくと、そういう人来なくなります。来なくなる。うん。だからこの、来てほしい人、来てほしくない人みたいな感じで作っといて、来てほしくないところに、タメ口の人とか、時間守らない人とか、あなたのね、このストレスたまる項目をぜひ入れてあげたらいいんじゃないかなと思います。そんな人誰も来なくなるんちゃうかな。思うかもしれないですけど、全然そんなことないです。しっかり守ってる人からしたら、こういうことしてくれてる方が自分を大事にしてくれてるって感じます。なのでぜひね、こういったことをぜひやってみてください。そんな感じで、今日は終わっていきたいと思います。ではまた次回会いましょう。さよなら。こんにちは、一人治療院集客の専門家、前川雅治です。いつも私のチャンネルをご覧いただき本当にありがとうございます。私は日々治療院経営に関する有益な情報を発信しています。治療院経営をしていらっしゃる方で、集客に関する悩みがある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画をスマートフォンで見ていらっしゃる方は、動画下の赤いチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。また一人治療院の方にとても有益な経営ノウハウが散りばめられた一人治療院集客プログラムというメルマガを無料で公開しております。手軽に読むことができますので、興味のございます方は動画下の説明欄にある URL からご確認ください。以上、一人治療科の集客の専門家、前川雅治でした。ではまた。